フィルムは大事なわけですよ、うん、だから僕さっき入れたんですよ。おこれ入れる一緒に2枚フィルムね、フィルムがあって適当なカード2枚入れる一緒、ここの間にこう入れると、おすごい、え簡単にフィルムを通せるんです。あで、あちょっといい話、パスワードランク博士知らなかった。イエーイ。えじゃあその US のピッチリしたやつでもいけるの？ほぼいける。多分ね、US はちょっとピッチリしすぎてるから難しいかもしれない。原理的にはいけるから、やっぱ抜くのも抜くのがまず難しい。難しいな。まあ、確かに PH か誰かのアイディアだと思う。へぇ、じゃあクレジット。なんかためになる豆知識みたいなのもうちょっとありますか？もうちょっと意外とちょうだいちょうだい。意外とノウハウないんだけどな。もうなんかいいよ、もう何なんか全部の数字足すと365そういうやつでいいよ、もうそれかなんだよそれ。4つのマークは式を表すああいうのでいいよ。52週でしょ久々に聞いた赤と黒は昼と夜を表すやめてくれ、うん、やっぱりエンパイアキーパーから台湾のトランプの歴史始まったんですかね。一応そうですね、うん、一応もともとブランクっていうのがあって、うん、あ その前に1個あって、ね、その前にロイヤルっていうのもあって、そうそうそう、今その台湾のポーカーでいろいろパンパンパンと出して行くっていうので、もともとはそうですね、多分走りとしてはエンパイアキーパーですね、うん、最初のマジック抜けで。とにかく安いって話題になったんですね。とにかく安い最近すごくあのオリジナルデックを作るのが、最近いろんな人が作ってます ね。デックっていうのが多分あれ、もともとスクイーザーっていう1800年頃のデックが元になってると思うんですけど、うん、どういう風にデザインしようって考えた時に中心からどう対象にするかみたいな、そういう考え方が多かったんですね。だからそれをここを対象にするのかここを対象にするのかみたいな感じでわちゃわちゃしてたっていうところを、真ん中を切ったオデッセイっていうのがあるんですよ。で今度じゃあその宇宙系ユニバース系が流行った後どうなったかっていうと、4つに分けたんですね。もうここでオリジナリティ出すんじゃなくて、4つに分けてそれぞれの組み合わせでオリジナリティ出したんですよ。それを今度ビジュアルであの細分化されてきたのが今度パレットっていうデックなんですよ。なんか鮮やかみたいな感じがすごい主張されるデックが出てて、で今多分一番新しいの出てるのはパールってデックなんですけど、油絵をなんかこうお互いマーブルのように混ぜ合ったような感じの1枚のバックデザインがあって、で一応そういうのがある中で、じゃあ日本国内はどういう流れかっていうと、結構そういうトレンドとかには左右されずに、うん、自分が作りたいものを作るっていう流れにはなってますね。だからまあ、あとじゃあこれは勝手の方が面白い、はい、勝手の方が面白い、こっちの方が面白い、これはある種のくじ引き的な、そうなんですよね。あのこのブロードウェイのこのセカンドっていうのが結構カジノ系とか諸々のデックの、まあ、B 級品がどうやらランダムに入っているらしいと、これはただのブロードウェイのセカンド品かと思いきやジェリ投げが入ってると、うん、ジェリ投げが仮に入ってたとしたらセカンド品だとしても3万5000円する、でこれが400円、400円プラス税込みです。 税抜き400円。宝くじ、宝くじの、はい、あーもうなんか音がね全然枚数がデックガチャ、厚みが違う、デックガチャですね、デックガチャ。とりあえずこれをじゃあ開けて、果たしてね、情報が面白いなこれ。そうですね、まあちょっとじゃあ開けてみてくださいえ、いいんですか？いいですよ、いいですよ、開けてください。おこれなんかちょっともうシールさ、なんかちょっと離れてる、なんかドゥルってんだけどこれなんかこれ当たりですよきっと、シールがすでにドゥルってる、うん、ちょっともうずれ、あーありがとうございます、うん、亀裂を入れてこの亀裂をちょっとずつ、え、これさ、これマジでワンチャンあんじゃない？え、怖い、俺なんかすげー期待されてる、無島の雰囲気ワンチャンあんじゃないこれ。え、おおお、来るぞ来るぞ。これロングフラップなんですよ。ロングフラップ、おお、どうですか、ちょっと、おっ、あ、でもこれ BK だな、 BK、 おっ、何のデックだ、デューンズかよデューンズか、はい、デューンズ、デューンズでした、はい、でもどの辺が B 級なの、これ全然いけるやん、多分どっかあのスポットがありますよ、ミスプリント、ミスプリがどっかあります、へ、白い斑点が1個なんか抜かれてるとかありますよ、はあ、なるほどね。でもこれ一応これ400円っていうお話なんですけど、デューンズは確か1000円なんで、全然いいじゃん、それで今のところ還元率100倍、100% 以上、ハートの方がなんかシギャってなってる、あでもあれかな、うん、まあでも、え、全然いいじゃん、いいじゃん、今のところ野島さん儲けてるよ、儲け
いや、俺がってか全部彼の私物や。ちょ、私開けていいですか。はい、あ、どこで買えるのかっていうのを聞かれてます。探した。自分の世界に行ってしまったんだよな。あの、なんだっけ、世界のトランプ展っていうのがたまたまあの僕の近所のジョイフルホンダが特定されるんじゃない。ジョイフルホンダが面白い。よく回ってますよね。ジョイフルホンダが、はい、そこで買い占めました。よ、いくよ、ジョン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 。これこう一応こう見せたから、いくよ。ほっ、あ、ま、え、これちょっとね、え、ちょ、何、あ、お前、なにこれ、BK、お、いや、BK、シーザーズパレスですよ。あー、シーザーズパレス見せろや。シーザーズパレスだ。完全に自分で見てた、うん、よくわかんない。いや、俺も、あ、シーザーズパレスだって言ったけど、うん、知らんわ。いいです、かっこいい、いいです、かっこいいじゃん。あ、俺これぐらい主張激しくても全然いい。え、結構なにこれ、濃いんだけど。ズレすげえ、これ、ズレがやばい。ああ、あるある、強烈にこれワンウェイになってる、これだからワンウェイかもしれない。ベガスに行ってカジノでお土産で買おうとすると全部こう弾けられてるじゃないですか。ああ、そうですね、キャンセルですね。あれ、ちゃんとしたこういうやつ買おうとしたらどこで買えばいいんですかね。売ってないです。売ってないですよね。あの、カジノが倒産するかとかじゃないと手に入らない。そういうことか。なるほど。ベラジオのとか欲しいんだけどな、全部こう切られちゃってて、それ実際使えないですよね。ただあの、切られてないのもあるんですよ。あの、塗られてるバージョンもあるんですよ。塗られてる、ああ、はいはいはい、なんかマジックペンなんでしょ。じゃあ次はこれにして、迷いがない、迷いがない。多分ね、目の前にあっただけだと思うよ。ただの B が出てます。今、ちょっと2連続 BK 来てる。確かに BK 来てるから、ね、あ、そろそろ J 欲しいね。そろそろ J 欲しいね。これどうやって取る、まあ、残り全部 J だから。いやー、じゃん、じゃん、おっ、あー、 BK ですね。 J ないの、なんでしょう。シーザーズパレス。あー、かぶった。エースいい、エースいい、エースいい、エースかっこいい、エースは本当にかっこいいんでね。エースかっこいい、ありゃあげる。俺ちょっと引いちゃいますよ。はい、引いてます、はい、いや、確かにあのそんな匂いがします。やっぱりね、ここですね。はい、行きましょう。ババン、え、こっちだ。え、あ、逆向き、逆向き、え、なになに、なになに、あー、またー、あー、ジーンズそこなんだよな。ちょっと出しちゃいます。美味しいとこ持ってっちゃうよな。もう見なくていいよ、もう当たってるからどうせ。どうでした、どうでした、シーザーズパレス。シーザーズパレスですね。だから嘘でしょ。嘘、いや、結局入ってるの画像もあるんですよ、ちゃんと。やばいぞ。なんかこう固まってこう一番薄いの探してこれ。これはガセだと、ね、可能性ありますね。ガセだと思うぞ。ガセですかね。しかし、かけよう。赤のジェリ投げ欲しいね。はい。うん。赤のジェリ投げ欲しいね。赤投げ欲しいね。次は出ます。すげえな、4分の3シーザーズ。突然出たりしてね。これ。これ全部開けちゃって大丈夫？大丈夫ですか？いいんですか？これ全部視聴者プレゼントしましょう。おお、視聴者プレゼント。いきますよ。これでかな？トゥン。ああ、それ。え、何その笑い？あ、ジェリ投げ笑い？うん、ジェリ投げだった。ジェリ投げ笑い？うん、おめでとう。お、お、何これ？ラスベガスヒルトンだぞ。あ、ヒルトン。ヒルトン来たぞ。ちょっと違うの出てくると。うん、そして、ね、なんか、かっこいいぞ、ジョーカーっぽいのが。はい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 、はい。あ、いいじゃん、いいじゃん。ヒルトン。これいいじゃない、いいじゃない、当たりじゃね、これジェリ投げじゃね。いや、ジェリ投げじゃないですけど。あ、いや、めっちゃかっこいいじゃん。あれ、なんか 100m ぐらい離れたジェリ投げじゃない、これ。これは、まあ、でも確かに実質ジェリじゃない、これ。なんかもうね、もうジェリ投げでいいんじゃない。うん、かっこいいですね。いや、なんか近づいてきましたよ。近づいてきた、そう、ジェリ投げに近づいてきた。ちょっとずつ近づいてきた。あの、公共の電波で行ったでしょ。行きます。お、これなんだなんだ、お、このなんか違いますね。ジェリ投げではないな、確かだ。デューン、あー、デューン、デューンズ率高いな。デューン、あ、いやいや、野島さん、どっちにするかっすよ、あとは。え、僕青がいい。あ、そう、うん、今までさ、もう全部、なぜかというと青がもうシーザー、シーザー、シーザーでってだから、ここでシーザーズパレスを引いて、もう違う、持っていくわけでしょ。いやいや、もうじゃあ、さ、え、同時に行きます、じゃあ同時でいいよ、3人同時に、3人同時に行きましょうか。3人同時に行きます、3人同時に行きましょう。よし、
外した。せーのであげますか。これちょっと近づいた方がいいですよね、はい、これぐらいかな。これぐらいでいきます。せーの、ほっ、ほっ、どうどう。ああ、これ BK だな。どうしても、まあ、あのスタッフ笑いが聞こえたんですけど。ダメだ、いくよ、いくよ、せーの、はい、はい、シーザー、ジュリだけや、ほら、また来た。あー、シーザ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 ー、外れの扱いなんですか。青全部シーザーじゃん。青全部シーザーじゃん。青は全部シーザーです。大事なことやから2回言ったね。同じの積み重ねるとシーザー。でも俺普通にシーザースパレスのカード欲しいな。じゃあ一つ、うん、どうぞ。あ、いやいや、ありがとうございます。なんか別にカツアゲみたいな感じ。いや確かに確かに、ね、最後締めをお願いしたいんですけれども、ちょっとその前に私はですね、今日のギャラを皆さんに。お、ギャラ、ギャラ、本日のギャラをですね、ちょっとこう、ちょっと、マジで、オズマンドデック3種類詰め合わせ、非売品のも、はい、非売品のも、非売品だ、すごい。今日はね、デック特集ということで、やったー、え、いい、イエーイ、すかー、ね、ありがとうございます。いただいちゃった、めちゃくちゃ長丁場でしたね。すみません、皆さんお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。僕に関してはですね、皆さん何かしら楽しんでいただければなと思います。で、いろんな楽しみ方があると思います。ぜひともですね、開封していただいて、デックとですね、楽しいお付き合いしていただければなと、ありがとうございます思います。プレイフェアもよろしくお願いいたします。すみません、宣伝させて、はい、はい、何でしょう。いやいや、最後に一言なんで何でもいいんです。何でもいいですか。あ、聞いてました話。オールドデックをいろいろこれからも触りたいので、皆さんどしどし送ってください。どしどし送ってください。ありがとうございます。はい、本日は本当にありがとうございました。また次回も、はい、お楽しみ、はい、お楽しみ、さようなら、はい、お楽しみ、さようなら。